5年前、あなたは自分に蓋をしてしまっていましたね。膝の違和感から始まり、だんだん痛みが激しくなり、日課だった散歩も、娘家族や孫に会うことも、自分から少しずつ減らしていた。でも、我慢すれば、いつかこの痛みも和らぐだろうと思い込んで、病院には行かなかった。そして、だんだんと心も体も動かさない生活が当たり前になっていってしまった。ある日、友人に膝の痛みを話したところ、彼女もかつて同じ痛みを持っていたと知った。彼女も行ったという膝の相談会を教えてもらい、足を運んでみた。一歩踏み出すことができ、通院するようになった。主治医からいろいろな治療があることを教えてもらった。最終手段である人工関節を入れる手術が、その時の自分の膝には良いと聞いた。手術は怖い。でも、孫たちを見ていたら、一緒に散歩したい、痛みのない生活に戻りたいという気持ちがふつふつと湧いてきた。そんな気持ちが自分の背中をそっと押してくれた。手術前日に入院するまでは、緊張と不安で夜も眠れない日々が続いた。私の手術では、その支援をしてくれるロボットも利用するらしい。すごい時代になったものだ。そんな情報も含め、私の主治医、病院の皆さんに手術についてしっかりと説明いただいた。自然と不安は消えてゆき、無事手術を終えることができた。術後すぐリハビリを開始、予後もよく無事予定通り退院した。そして心の底から願っていた痛みのない生活を取り戻すことができた。主治医の先生や看護師さんはもちろん、夫、友人、そして背中を押すきっかけをくれた娘と孫、みんな本当にありがとう。